ドラクエ史上最強と言われる有名な裏技、ひとし好み。発売後10年経ってから発見されたこの裏技をご紹介します。手順は至って簡単。主人公の装備欄を上から、ヒノキの棒、尖った骨、幸せの帽子、棍棒、ノコギリ刀、三河氏の服の順番で埋めるだけです。すると、攻撃が必ず会心の一撃となり、仲間にすることができるモンスターが、必ず起き上がるようになります。1024分の1の確率のはぐれメタル2体目でさえ、簡単に仲間にすることが可能です。チート級の裏技なので、ゲームバランスは崩壊してしまいますが、本編クリア後のお楽しみ機能的な感じで、使ってみてはいかがでしょうか。もし、物置にスーファミ版ドラクエ5が眠っている、という方がいれば、ぜひ試してみてください。